誕生日プレゼントで、うん、あの TBS の内沢ですよ、新しく始まるね、はいはいはい、ざわつく夜っていう番組で、うん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 、プレゼントこの間もらったんですけど、あの結構大きなね、こうあの紙で包んであってね、うん、わ割ってね、あの見たらね、うん、俺あのテキサンズっていうね、うんうん、アメフトの NFL のチーム好きなんですけど、うんうんうん、テキサンズのヘルメットだったんですよ、うん、で俺もうめちゃくちゃ嬉しくて、でも、うん、あの、俺の例のね、サイパンに旅行行った時の楽しすぎてゲロ吐くってやつですけど、うん、ゲロ吐きそうになっちゃって楽しくて。え、マジっすか？これなかなか売ってないっすよねって、こう、テキサンズのチームのヘルメットって。あんまないのよ、あの、そこまで大人気っていうチームじゃないから。うん、まあ、そうだね、日本ではね。うん、したら、ちょっとアメリカの方までちょっと探して、みたいな。取り寄せた？連絡取って取り寄せて、なんて。マジっすかって言ったら、TBS のロビーで、ね、うん、俺、この番組、絶対頑張りますって言っちゃって、俺、それで。うん、でそれもよく考えたら、それもらわなかったら頑張んねえのかよって、逆に失礼になってて、後々帰りに気づいたのに、あれ失礼だったなと思って。すげえ現金のやつみたいな。これもらったから、俺、つって。でも普段はいろんなプレゼントをもらうけど、うんうん、まあまあほら、リアクション頑張ったりするプレゼントも中にはあるわけじゃないですか、それは。まあ番組によってはね。例えばどういうの？いや、例えばってそれは言えないですよ、それは。もう限定されちゃいますから。例えばね、うん、どっかの地方のすごい有名な焼酎とかね、これ有名なんですよ。うん、で、これ僕好きでとか言われても、うん、マジっすか、ありがとうございますみたいなさ。まあまあな。そんなにお酒好きってわけじゃないもんね。うん、完全に天狗発言ですよ、これはね。もらえるだけありがたいけど。いや、ありがたいですよ、せっかく。でもまあ確かにアメフトのものは嬉しいね。で、やっぱこれドンピシャで入ってきちゃったから、うん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 、で、すげえ嬉しくて、うん、で、もうほんと家帰るなりさ、うん、もうほんとにずーっとさ、うん、ヘルメット被ってうろちょろしちゃってさ、うんうん、もうヘルメットをもう意味もなく磨いたりさ、で、ここの、あの、ヘルメットの被る部分の耳のところに来るときが硬いのよ。うんうん、だから、あの、ね、ヘルメット買いたての頃ね、高校の時辞書をこう緩和辞典とか何冊も挟んだりするんだけどさ、ずっとね、あの安い分厚い牛島くんのさやつをこう挟んでさなんか広げるので、で何冊もね、あのね、枕の上にこう置いといてたりしてさ、もうそれが嬉しくて、でこの間テキサンズの試合があったからで試合見るときになんか気分が盛り上がってきちゃって、うんうんうん、家で見てんの一人でね、うんうん、酒飲みながら、うん、でショルダーに、うん、テキサンズのジャージは持ってんだよ、うん、それホスターっていうね、うんうん、そのテキサンズのチームのサインしてあるやつが、うん、でそれをさ高校のショルダーってショルダーパッドにかぶせて、うん、それを俺身につけて、うん、でテキサンズのヘルメットもかぶって、うん、その選手と同じ格好でソファーに座って応援してるんですよ一人で一人で結構夜中でしょ夜中何してんのでビールも飲みにくいからもうストロー出してきてストローでビール飲んでて、いやいやいや、で泡で鼻痛めちゃったりしてさそれでも楽しい、そうそう、ポテトチップも割ってそのフェイスマスクの間からポテトチップ食いながらさ、イエーとか言ってダラーとか言って、それがまたね夜中2時頃試合が録画見終わったんだけど、うんうん、あのいい試合だったんだけど負けちゃった試合なの、うん、はい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 、だから悔しくて、うん、いても立ってもいられなくて、ちょっとこうリビングのところをね、うん、アメフトのボール持ってもうタタってこう走ったりして、うん、でちょっと壁にゴンって当たったりしてて、あのショルダーつけたまま、うん、でもうちょっともう全速力で走りたくなっちゃって、うん、高校の時のアメフトの用具入れのバッグを、うん、引っ張り出してきて、うん、ショルダー入れてヘルメット入れて、うん、もう酔っ払ってんのもあんだろうね、うん、それ担いでさ、うん、代々木公園まで行ったんですよ、夜中に夜中に、で代々木公園でショルダーつけてヘルメットかぶってさ、ボール思いっきりバーンって蹴って、真上に蹴るしかない、一人しかいないから、いやそうだねどっか行っちゃうもんね、真上に蹴って、もうキャッチしてからバーンって走って、もういろんなスター選手がいるっていう想像でね、いろんな選手をポラ丸とかを抜くわけですよ、ね、あんま分かる人いないと思いますけど、うん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 、でそれで俺がこうタッチダウンしてボールを叩きつけたりしてて、一人で夜中で腕まくりしてこう力こぶを観客に見せたりしてていないけどね、で俺の設定はマサっていう NFL 初の、うん、日本人選手でテキサンズのランニングバックなんですよ、日本人の悲願だった、そう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 、ついに
そう。ウェブ選手があって。そうそう。で、それで俺はそのタッチダウンを取ったら、うん、海外のアメリカ人受けがいいように、うん、タッチダウンした後、うん、ザトイチのポーズを決めるっていうのが、すごい流行ってる選手っていう設定で、バーンって80ヤードぐらい俺が走ってて、ボールをバーンって叩きつけた後、うん、こうザトイチみたいに切って、こう剣、刀を収めるっていうところをやるっていうのを、何度も一人でやってたんですよ。やっぱ不審だと思うのが、真夜中にヘルメット被ったアメフトのやつが一人だって。不審ですよ。横を通るパトカーが俺のところで減速するわけですよ。ゆっくり通り過ぎていくんですよね。いやいやいや、そりゃそうだよ。すんごいこっち。でもそんなん構わずね、うん。選手交代、ディフェンスオフェンスが交代するスポーツなんですけど、ねうんうん、ディフェンスの時はその横にあるベンチに座ってこうね、うん、ヘルメットを置いて見ててね、うん、ナイスキャッチとか。あ、もうディフェンスの選手じゃない、完全に。そうそうそう、激を飛ばして。で、ディフェンスオフェンス交代ですからヘルメットかぶって出てくる。で、やっぱり一人でやってるとね、やっぱ相手、うん、もう一人いれば、うん、もうちょっとパスとか投げれるし、うん、いいのにな。一、ね、人だと寂しい。なぁなんて思ってた時に、はって思い出したことがあった。一人呼べるやついるわと思って。うん、で、ここからね、ちょっと話、車の話になるんですけど、先週さ、俺が車買おうとしてるっていう長井っていうディーラーがいて、これが変わったやつで、すごくこう、ぐいぐい来る人っていう話したじゃん。で、この間また、オールナイト会って、今日までの間に、一回だけまたそのディーラーのとこ行ったわけですよ。はいはい、最後の話を詰めに。で、今2台迷ってて、どっちにするかっていうことに、まあなってて、るんですよって俺は、言ってんの、うん。で、これ以上もう値段下げれないっていうところまで、はっきり言って下げれないっすって。だから、これ以上下げちゃうと、もう本社から怒られてしまいますし、僕ももう首とは言わないですけど、もう怒られちゃうんですよ。これは本当僕の限界なんですよ。ただ若林さん、お金以外のことだったら何でもできますっていうのよ。お金以外のことって何なんつって。いや、もう何でも言っていただければ何でもやります。それでもう買っていただけないでしょうか、長井。何でもしますって。いや、長井ちゃんつって。お金以外ディーラーがやるって何なんつって。例えばで言いますと、以前ですね、こういうことがありました。お金はもうこれ以上下げることはできない。何でもしますって言ったら、じゃあ俺草野球やってるから、お前草野球に来いって言われたんですよ。つって。で、長井は結構硬式野球部の強い野球部でやってたんだって。はいはい。で、わかりました。つって、草野球2試合来たら車買ってやるって言って。で、草野球2試合参加したんだって、長井は。休みの日に。で、2試合とも1本ずつホームラン打ったら車買ってくれたっていうことがあります。若林さん、それでどうでしょうかって言って、いや、俺草野球やってねえんだよ、長いと。いや、そうだね。で、すごいね、そこまでするんだね、ディーラーの人って。いや、ディーラー全員じゃないと思うよ。長いは特別だと思うから。おうおうおうで、それで、はっと思い出したの深夜。でも深夜だから電話かけられない。次の日さ、他のことで聞くことあるついでさ、それでさ、長いちゃんさ、つって、一回だけ俺のアメフトの相手してくれないつって、この間言ってたじゃん、つって。ダメ元で言ってみたら、何時頃でしょうかって言われて。で、俺仕事終わるの結構遅いから、申し訳ないけど、12時回ったあたりなんだよ、つって言ったの。遅いな。したら若林さん、月曜の夜なら可能ですって言われて空いてた。長い空いてたか。マジで長いちゃんつって、アメフトのボールキャッチしてもらうだけでいいんだよつったら、全然行きますって言うのよ。ちょっと野球部だった後輩にも声かけてみますって言われて、長いちゃんそれやめてよつって、それは俺さすがに気まずいわつって。でそれで今度ちょっと長いちゃん呼んで、アメフト二人でやろうかなと思ってたちょっとなんかそれ見たいな、なんか撮ってきてよ。映像をね。映像を。暗くて撮れないかもしれないけど。うん。多分走ってくれんじゃないかな。へぇー。だからやっぱでもそう考えるとやっぱ長井ってすげえ男だなと思って。すごいね、フットワーク軽い、ね。二つの車で迷ってたけど、やっぱ長井のところで買おうかなって今、ちょっとね、思ってるんですよね。なるほどね。楽しみだね。いや、楽しみですよ、深夜。車のディーラーを呼んで、キャッチボールする。それさ、誰かにもし見つかってよ、関係聞かれたら困るよ、ね。友達ですか？いや、もう正直に言うしかないですよね。うん、ディーラーです。